月刊アフタヌーン、講談社で連載中の山口翼さんの漫画、ブルーピリオドが前田ゴードンさん主演で、映画、ブルーピリオドとして実写映画化され、8月9日に公開されることが明らかになった。高橋文哉さん、板垣律人さん、桜田ひよりさんの出演も発表された。写真特集、舞台版の再現度もすごい。ブルーピリオドは、月刊アフタヌーン、で2017年から連載中。高校生、矢口八子が美術大学を目指す姿を描く。漫画大賞2020に選ばれたほか、テレビアニメ、舞台化もされて話題を集めた。人望も厚く成績優秀だが、空気を読んで生きる日々に物足りなさを感じている主人公の矢口八子を前田さんが演じるほか、八子が美術部に入るきっかけを作った人物で、自分の好きについて葛藤するゆかちゃんこと鮎川隆二を高橋さん、八子の最大のライバルで驚異的な画力を持つ天才高校生の高橋瀬太介を板垣さん、八子が苦難にぶち当たる旅に乗り越えるきっかけを与えてくれる存在で、美術部先輩の森丸を桜田さんが演じる。八虎、龍二、瀬田助、森丸のキャラクタービジュアルも解禁。アクリル板越しに実際に絵の具を使って絵を描く様子を拙者で撮影した写真を使用し、キャンバスに見立てたレイアウトにそれぞれのキャラクターカラーをデザイン。自分だけの色を見つける挑戦の物語という本作のテーマを表現。情熱は武器だの力強いコピーと各キャストの真剣な眼差しが印象的なビジュアルに仕上げた。前田ゴードンさんのコメント、楽しいけどなんか浅い毎日、地に足がついてないような、自分を俯瞰で見てるような、苦しい時間は遅く感じて楽しい時間は早く感じる、ハチトラと共に歩んでるような感覚になれる映画だと思います。好きなことに人生の一番大きなウェイトを置く、これって普通のことじゃないでしょうか、というセリフの美しさ、その裏にある怖さやしんどさ、変わっていく自分や環境、それに伴う人間関係、そんなことを感じてもらいながら、今自分の将来のことを考えてる人も、もう考えるのをやめてしまった人も、自分の好きなことは何なのか、自分にとっての幸せは何なのか、改めて少し考えてみるきっかけになれば嬉しいです。そして今もうすでに戦ってる人は、この映画を見て少しでも希望を持ってもらって、これからも戦い続けてもらえればと思います。ブルーピリオドという作品は存じ上げていましたが、作品を見たことはなく、お話をいただいて原作を読ませていただきました。作品全体にももちろんですが、鮎川隆二という人物に引き込まれましたし、この人物を僕が演じることができるのか不安を感じました。でも同時にドキドキとワクワクが止まりませんでした。こんなにも素敵なキャラクターで、この作品の圧倒的な魅力にもなるゆかちゃんを任せていただけることを本当に光栄に思いました。やるからには鮎川隆二の魅力を忠実にできる限り膨らませられる様に、全身全霊でこの役に挑みました。役作りでいうと、日本画の練習などもしましたが、身体的にも自分とゆかちゃんに僕自身が境界線を感じないくらいまで追い込みました。大変なこともありましたが、本当に楽しかったです。そんな鮎川隆二を皆さんにもぜひ見ていただけたら嬉しく思います。僕がやれることやるべきことやりたいことをゆかちゃんや八子のようにこの作品に詰め込んでおります。皆様ぜひ劇場へ。板垣律人さんのコメント、今回このお話をいただき、趣味程度ではありますが、インプットとしてもアウトプットの手段としてもアートをたしなむ身としては一層身に入るものがありました。また原作においても、もともとアートをテーマとしたストイックな作品として存じ上げておりましたし、高橋瀬太介というキャラクターにも共感する部分が多かったため、とても運命を感じております。好きを追い求めることは決して逃げや楽なことではないのだと、その道中には何度も傷つき、幾重にも重なる壁が待っているということ、そしてその先には広い海が全ての人を待っていることを教えてくれる作品になっていると思います。夢を追う人も、その旗で支えている人も、いろいろな方に見ていただきたいです。桜田ひよりさんのコメント、
まずは萩原監督とまた一緒に作品を作れる喜びと期待感を感じ、同時に8個の人生を変えるきっかけを作った森丸先輩という物語のキーとなる役を演じられるワクワクも感じました。自分は今まで絵の世界に触れる機会があまりなかったので、練習期間は毎回学ぶことだらけでした。なかなか体験できることではなかったので、本当に貴重な経験をさせていただきました。学校の穏やかさから張り詰めた緊張感が漂う予備校まで、見どころ満載の映画になっているので、皆さん楽しみにしていてください。山口翼さん原作のコメント。完成した映画を見て、自分が漫画として描いていた時には見えてなかった景色や役者さんが演じるキャラクターの表情、言葉を発するまでの間の感覚など漫画ではできなかったことがたくさん表現され、各シーンで作り物ではないリアリティを感じられた映画ブルーピリオドに率直に感銘を受けました。そしてキャストの皆さんは多くの時間をかけ絵画練習をされ、私が初めて現場でその様子を見た時には皆さんの所作が絵描きのそれになっていて、ただただ驚きました。中でも前田さんにお会いした際には、同級生の矢口くんに会ったような気まずさすらも感じてしまうほどでした。企画の段階からこの作品をどう映画にするのか、ご自身のビジョンを明確に持ち、常に観客に向かって映画を届けようと考えていた萩原監督にお任せすることができて本当に良かったです。人が何かを始めようとする時の熱量を皆さんにも感じてもらえたら嬉しいです。萩原健太郎監督のコメント。山口翼先生が作り上げたブルーピリオドという完成された作品を実写映画化する上で最も大切にしたこと、それは原作の中心にもある問い、芸術は才能なのかに映画として挑むことでした。才能がないのに好きなことに挑戦するのは無駄なことなのか、情熱が才能を凌駕する武器になり得るのか、これは8個のように自分が進む道を模索している世代だけでなく、何かに情熱を注ぐことに夢中で挑戦する全ての世代が楽しめる映画です。ご期待ください。